こんにちは、釧路夕日です。まず私をご覧になって気づいた方もいると思うのですが、今回の動画から私のデザインがリニューアルされました。 M 直樹チャンネルがスタートしてもうすぐで1年。より見やすい動画を目指すために裏で少しずつ準備を進めていました。ただいきなり全てが変わってしまうと違和感も大きくなってしまいますから、全体的な雰囲気はそのままに、それぞれのパーツを微調整して動画の雰囲気に合った私へシフトチェンジしていくこととしました。これを機に今まで以上に応援をしていただけますと、とってもとっても嬉しいです。さてここからは今日の本題に入っていきます。秋の十勝と根室本線の駅現地調査動画を予告も含め、これまで8本お送りしてきたのですが、今回は根室本線動画の続きでシリーズではラストの1本となります。本当は釧路駅までを現地調査していきたかったのですが、ここまでたくさん動画を撮影してきたので SD カードの容量がそろそろいっぱいになりそうなのです。そんな感じなのですが、シリーズラストではこちらを見ていきますよ。この場所は白中調子街地から少し東側へ進んだ西初路駅です。駅の周辺には白中町の中で中心市街地に次ぐ規模の集落があり、これは隣の初路を上回るそうです。太平洋もすぐそばなので潮風が気持ちよさそうな住宅街ですね。国道は線路よりも海側に位置し、集落の大部分は駅の裏側となります。都市間を移動する場合はこの国道を使用するので、あまり大きな集落には感じないかもなのですが、駅裏には住宅街が広がり、近年できた立派な小中学校や大きな水産加工工場も同じく駅裏に位置しています。ではここで左折していきましょう。この先に見えてきたのが西初路駅になります。私たちはこの駅を現地調査するのはこれが初めてです。 SD カードの残り容量でどこまで撮影できるか分かりませんが、容量がなくなるまで調査をしていきたいと思います。こちらが今通ってきた駅前通りになります。奥に見えるのが国道38号線です。駅前の左右にも民家が立ち並んでいますね。そして駅舎がこちら、きっと国鉄時代に建てられたのでしょう。それでは駅舎の中を見ていきますね。中は落ち着いた色になっていました。そして壁伝いにベンチが整然と設置されています。こちら側には窓口があったのかもしれません。置き石は犯罪です。改めて隅々を見ていきますと、とても清潔にされていることがよくわかります。落書きなんて見当たりませんし、地域の方の民度がとても高いのでしょう。こちらの掲示をしっかり守られていますね。それでは次にホームを見ていきます。ホームは1面2線でこの跨線橋を利用して向かうようです。おそらくあちらのホームを隅々撮影する要領は残されていないと思いますので、こちら側から撮影をしていきます。島式ホームは大きな屋根もついていてなかなかに立派ですね。あちらにも跨線橋がと思ったのですが、どうやらあちらはホームではなく駅裏の住宅街へつながっているようです。遅刻しそうな時でも遠回りせずに済むのはありがたいですね。跨線橋上から俯瞰した図は最後に撮影しましょう。駅舎の隣にある施設は保線関係の方たちが待機するようなお部屋でしょうか。では跨線橋の上に移動します。秋空の下に広がる住宅街とホームはとても綺麗ですね。容量の関係で隅々までお届けできなかったことは残念ですが、国鉄時代の雰囲気を残しながらも綺麗に快適にご利用いただける駅であることは伝わったと思います。それでは2ヶ月近くにわたってお送りしてきた十勝と根室本線シリーズは一旦ここで終了となります。
今回のシリーズで撮影できなかった駅や気になった施設は、いつの日か改めて現地調査をしていきたいと思っています。次回は釧路に戻って、地元から動画をお届けしていく予定です。2021年の間に、あと何本の動画を配信できるかわかりませんが、年末もぜひご覧ください。それでは、次回もお楽しみに、です。